コメルシーは、フランスのグランテスト地域圏ムーズ圏のコミューン。ムーズ川谷にあり、西のバルイコール・ルイコール・デュック、東のナンシーの中間地点にある。18世紀に描かれた、コメルシー城コメルシーの地には、旧石器時代から人が定住していたが、旧世紀以前に都市があったことを証明する証拠はない。フランク王・ルイ系王は830年頃、 コメルシーを通過している。都市は、コマーキや中世には、コメルシウムと呼ばれていた。コメルシー領主は、新聖ローマ皇帝と、メス市教、シャンパーニュ博領方の家臣であった。ザールブリュッケン博の娘をコメルシー領主シモいが、メトルト、1247年にコメルシーは、ザールブリュッケン博に組み込まれた。1324年。 ザールブリュッケンハクヨハン一世が町に検証を授けた。1341年にヨハンが死ぬとコメルシーを相続したのは息子のヨハン二世だった。次にザールブリュッケンを相続したのは弟ヨハン四世だった。彼は権利を行使してダンジョンを建設した。1345年にはコメルシーにバジョンを建設した。バジョンは ザール・ブリュッケン博の居城として1444年まで所有され、その後売りに出された。1544年、神聖ローマ皇帝カール五世はフランスへ進出しようと、長い攻防戦の末にベルダンとコメルシーの占領を試みた。1650年、レスーキ教ジャン・フランソワ・ドゴンディが上司となって1662年から移り住んだ。 1665年、レスウキ教は、夫妻となっていた城と創始権を、リール・ボンヌ公爵、フランソア・マリー・ド・ロレーヌとその妻・アンヌ・ド・ロレーヌへ、売却した。フランスのロレーヌ侵攻後の1697年、リール・ボンヌ公爵夫人は、コメルシーを含む権利を、息子のシャルル・フランソアへ寄贈し、継承順で1702年には、ロレーヌ公レオポールが継承した。レオポールは、 コメルシー領主権をシャルルアンリ・ドロレーヌ・ボー授けた。彼は元からあった中世の城跡の上に壮大なバロック建築のコメルシー城を建設した。1722年、レオポール公は交換で馬城の城主権を手に入れた。しかし、四次が創生していたシャルルアンリが1723年に死去したため、再びコメルシーは近親の相続者である ロレーヌ公が相続することになった。ロレーヌ公フランソワ三世がロレーヌ公国をフランスに譲渡した後、フランソワの母、エリザベート・シャルロット・ドルレアンはコメルシーを治療として受け取り、コメルシー城を住居と定め半ば亡命状態で暮らした。1744年にエリザベートが死ぬと、ルイ15世の義父でフランソワ三世に代わってロレーヌ公。 バルコーになっていたスタニスワーフレッシュニスキが新たに獲得したコメルシーを美化し贅沢な庭園を作り上げた。1963年より第8砲兵連隊が中途にしているため経済効果が大きい。その他は成功、金属加工が行われる。コメルシー名物としてマドレーヌ菓子がある。この参考文献は フランス語版作成の際に参考とされたものであり、日本語版作成時には参考にしておりません。ありがとうございます。